この間ね、海でね拾ってきたこの流木もね使っていきたいなと思っております。多分ねこれもねなんとかね水槽の中入れてねちょっとアレンジしていきたいと思います。多分これね洗って、やってた時にね浮いとったので多分このままじゃ浮いてしまうのでもうこれもね強制的にね早いことね沈めたいので重りをつけて沈めます。そして今度の時にまたね重りを取ればね沈んでるんじゃないかなと思っとるんで今回はねこいつをね重りをつけて強制的に沈めて水槽を作っていきたいと思います。はい、今ねこの上蓋をね外してそして水草を取ったところです。そしてもう流木を見てみるとねもうすごくねすごいカビになっております。水槽のガラスにもねこのようにねついておりますカビが。ということでねあとはこれを中を外してそして魚たちをねまた他の場所を移してやっていきたいと思います。はい、今ね水をね抜き終えました。これからねこの赤玉土とねこの水槽を洗っていきたいと思います。そしてね洗い終えたらねまたねセットをねしていきたいなと思っております。はい、今ねこのようにねもう完全にリセットが終わりました。じゃこれからねザークッとね軽くねセッティングしていきたいと思います。じゃあね早速ねセッティングしてどうなるか楽しみにしておいてください。はい、今ね立ち上げが終わりました。こういう感じでね今回は立ち上げてみました。こういう感じです。後ろに水草ですね、水草を植えてでこちらにね流木をね植えてるというか入れております。この流木はねちょっとね浮いてくるので強制的にね固定をしております。こういう感じでね今のところね立ち上げさせていただきました。あとはね今ねちょっとね水が濁っておりますのでこれが水がね綺麗になったら魚たちをね入れていきたいと思います。しばらくねこの状態でね行こうかなと思っております。この流木もねいい感じでね入ってくれてるんじゃないかなと思うんですけどね、またカビがね生えないことをね願ってねなんとかうまいことねやっていきたいと思っております。じゃあね今からね魚たちをね入れてみたいと思います。